毎年再生はツールさえ入っているものをダウンロードしてすぐ統計データを図ができるという特徴があって、まあ、手軽だなということがあります。まあ、市街区域に人口密度がかなり集中していて、まあ、自然とコンパクトな街が形成されていたと。将来どうなるのかなって興味ありますよね。循環系乗り継ぎ路線の社会実験を行いました。医療施設の分布であったりとか、福祉介護施設の分布であったりとか、ここにある都市計画道路をこっちへ付け替えた場合の検討を今行っています。すごい分かりやすいですよね。そうです。3次元にこう立ち上げて高さを設けて見せるっていうことができる。上の人に説明していかないといけないので直感で分かるっていうのがすごい使っててよかったなと。ちょっとアフリカの方に行ったみたいですね。面白いですね。こうやって活用すべきだなと思いました。